ちは。こんにちは。はい、やっぱ選手のさ、はい、やっぱ生の声をちょっと聞きたいなと思って、はい、まあ、例えばこれ全てルールだからもう言ってもしょうがないことなんだけど、はい、選手はどう考えてるかっていうことをちょっと聞きたくて、はい、まあ、例えば FA の人的保障ってある、はい、ね、これはもうルールだからしょうがないんだよ、はい、カジの代わりに人的保障で田中俊太が来るわけだね、はい、DeNA に、はい、俊太に対してなんかこう思い出をこう入れていくと、はい、やっぱジャイアンツに行っても活躍ができないぞみたいな。あ、でも僕はもう本当そういうマインドでここ何年かようやく慣れたんでうん、うん、やっぱり僕そういう時期はあったので、そう、まあ、環境のせいにしたりとか人のせいにしたりっていうのはやっぱりもう本当にここ最近っていうか何年か前までやっぱあったんですよ。非常になってきたね。まあ、非常といえば非常かもしれないですけど、いやいや、 やっぱね、一流と二流の差っていうのは、うん、非常になれるかなれないか、だから非常になれるやつがやっぱり一流になっていくんだ。だからその考え方っていうのは冷たく感じるかもわからないけど、はい、間違ってはないんだ。だから成長したのは成長、まあ、そういうふうに考えるようになりましたね、はい、じゃないとなんか周りのことばっか気にして、うん、自分の本当のこの部分が見えなくなるんで、うん、何回もあったんですよ、そういうことが、うん、そういうふうに思うようにしてます、うん、例えばさ、はい、そのルール改正ができるとしたら、はい、まあ、例えばね、翌年の人的保障じゃなくて、はい、人的保障をやめて翌年のドラフト権を横浜に譲るとか DeNA に譲るとか、そういうルールっていうのも多少ささやかれてるんだよね。あ、そうなんですね。それに関してはどう思う？どっちがいいと思う？人的か金銭か、人的か金銭か、が今そうじゃないですか。そうそれがいや、ドラフトの1位の権利をもう人的保障をなくしてもう渡すから FA を取るっていう。あ、まあメジャーなんかそうなってるのかな。あ、まあでも新しいことはどんどんやっていってもいいんじゃないかなって個人的には思いますけどね、うん、はい、うん、だからまあ人的保障よりもそういう制度がよりいいということか。いや、全部チョイスできればいいんじゃないかなっていう。そんな都合よくいかねえよ。はい、まあどこなんですかね。あとね、リクエストとかあるじゃない。はい。あの制度はどう思う？例えばプレイヤーとしてはさ、俺ら解説してて、はい、まあスローとか見れて、だけどやっぱなんかゲームが止まるっていうのがすごく嫌なの。あ、やってる人たちってどうなの？やっぱりセーフだと思ってアウトって言われたらあった方がいいなと思いますし、だからもう単純にそういうことで逆もありますし、うん、一概にはいい悪いは、まあ、あの制度はいいと思う。僕はいいと思います。でもリクエストっていうのは、はい、結論はいいんじゃないかなっていうのを思います、うんうん、まあでもね、導入されてから間違いって結構多いじゃない、はい、ありますね。あるよね、はい、まあ、それは審判もさ、人だから、それはもう分からないときだってあるよね、はい、それにしてもそのあまりにも多いときがあるからさ、はい、3連チャンで違ったっていう試合もあったからね、はい、だからああいう制度っていうのはやっぱりいいっていうことなんだよ。まあ、選手としてはいいかなとは思います。あと、ゲッツー崩しがなくなったじゃない、はい、あの、まっすぐ滑っていかなきゃいけないっていうのがあるじゃない、はい、あれに関してはどう思う？まあ、僕は、まあ、ホームもそうですし、クロスプレーも、うん、ゲッツ崩しもそうですし、まあ、見てる側の方たちは、まあ、躍動感がないとかもあるかもしれませんし、うん、ただやってる側としては、まあ、怪我につながるじゃないですか、うん、ホーム、特にキャッチャーなんて、うん、やっぱその人、これ本当に思ってるんですけど、家族がいるんで、やっぱそういうことを考えたらなくした方が僕はずっといいと思ってます。やっぱ その選手がプレーできないってことは家族すら食えなくなる、まあ、年俸が下がって、うん、だったらやめた方がいいんじゃないっていうのはずっと思ってました僕は、はい、俺らやらないから、もうプレーはね、はい、だからもう潰しに行くのぐらいいいのになとか思うんだけど、いや僕は本当それは思わないですね。あ、そう、もっとちょっとその人の一家庭のことまで思っちゃいます、ね、お前もう家族ができて変わったろ。でもその、いやでも結構前からありましたよ、はい、コリジョンはどう？ホームのクロスプレーはブロックできないとか。そうですね、だからホームもまあ同じですけど、
だからヘッドスライディングが増えたよね、ホームの、まあ、手でこうさ、うん、一番こう動かしやすいんで、昔は絶対ヘッドスライディングするなって言われたでしょ、多分死にますね、そうだよね、走者が死にますね、いやだから足から絶対いけよって、はい、それだったら体当たりだぞって言われてたのが、はい、やっぱもう頭からいけるようになって、はい、セーフの確率が高くなったじゃない、はい、そのプレーに関してはどう思う、まあもうできたルールだから、うん、しゃあないでしょ、お前あっさりしてるからな、もうそれはもうそれでお互いかわす技術を身につけて、うん、キャッチャーもかわされないようにどうタッチしたらいいかっていうのも考えるしかないのかなっていう、うん、思いますけどね、だからまあ現行のルールで、はい、まあいろいろ変わってくるじゃない、はい、だからそれはそれでもう選手っていうのはとかそういうのはないの、多分最初はやっぱいろいろありますよ、うん、現場の声というか、うん、リクエストの時もそうでしたけど、いろいろありましたけど、まあ、やっていけば、まあ、慣れてくるんで、うん、まあ、それに対応しようっていう風になりますね、まあ、選手は、まあ、変えることができないからね、はい、もうなっちゃったもんなっちゃったんで、うん、でもやっててリクエストなんていうのはさ、人間がやってることだからそれもありで面白いのかなっていう風にはあるんだけど、それももちろん分かります、うん、はい、それは分かりますけど、自分にとってなんか良くなる方が結構僕多い感覚あったので、うんうん、まあいいのかなっていうのもありましたけど、うん、それと左のワンポイントをさ導入するかしないかって、はいはい、結局しないんだけどさ、はい、3人投げるんでしたっけ、うん、だから、3人投げなきゃいけないというルールが、はい、取り入れようとしてたんだけど、はい、それはなくなったよね、はい、でそれに関してはどうなの、まあ、メジャーもやってやってますよね、やってますよね、いやメジャーはやってんのかな、いや確か今年やってますね、うん、ワンポイントダメですよね、うん、それに関してはどう、後ろのピッチャーとかはこう投げる機会も増えてきて、まあ、試合数も稼げますし、ただまあ体のことを考えると大変っていうのもありますけど、うん、バッター目線的には3人まで投げてくれた方が、まあ、いいかなとは、まあそれはそうだよね、やっぱ思いますよ、そのワンポイントで逃げられるような、はい、次またちょっと違う自分に苦手なピッチャーパンって変えれるのが今じゃないですか、うん、だから3人ってなったらやっぱり使う方もすごい難しいですよね、戦略を用いる野球が好きなのか、はい、もうオーソドックスな、まあ、メジャーみたいな、はい、投げて打って走ってみたいな野球が好きなのか、カージはどっち、根本的には後者ですね、投げて打って、投げて打ってですね、パ・リーグ向き、いや、分からないですけど、その根本はそうです、その勝つ負けるとか度外視して、うん、でもやっぱジャイアンツに行くんだったらさ、優勝したいよね、いや、もちろん、はい、日本シリーズは1回出てるもんな、そうですね、はい、ホームラン持ってるし、はい、ポールギアにギリギリ、そうですね、ね、覚えてるでしょ、懐かしいですね、懐かしいです、忘れたぐらいですよ、4年ぐらい前ですよ、3年ぐらいで、いや、だけど、やっぱりジャイアンツに行くからには、やっぱり優勝したいよね、したいです。やっぱキャリアの中で優勝っていうのは必ず欲しいものでしょ、うん、はい、もう欲しくなってる年でしょ、そうですね、若い時は自分が必死だったけど、はい、でもある程度周りが見え出してから、はい、やっぱり優勝勝つっていうことに関してやっぱ貪欲になってこない、いや、なります、もちろんなります、なるよね、はい、やっぱ優勝のキャリア、うん、日本シリーズでも活躍、やっぱ負けていいわけないんで、やっぱやってる以上、まあそりゃそうだな、はい、うん、だからそこが麻痺する時ってやっぱありましたし、うん、自分だけで精一杯とか、うん、やっぱもう30超えてからは特に変わりますよね、そうだね、はい、なんかちょっと話がさバラバラになるんだけど、はい、隼人と坂本隼人と同級生だっけ、はい、はい、同い年です、一緒にやりたいって言うけど、はい、どう絡みたいの、いやもう率直にまあずっと同じ同じ時期に入って同じ年数を重ねて、うん、やっぱ1年目は彼も2軍だったんで見てましたけど、そこからずっと1軍じゃないですか、うん、で僕がまあ6年目ぐらいからこう1軍でこう我慢して使ってもらえるようになってから1軍でこう見てて、もうまず衝撃ですよね、同い年でこんな若くからこれだけのプレーができる、僕ベンチで今でも覚えてるんですけど、なんかいつだったかな、まあ、ベンチにいて若い時ハヤトがこう4本ぐらいハマスで打ったんですよね、こいつ同級生かと思いながら、いや今でも鮮明に覚えてますし、かっこいいなってこうなりたいなっていうのはやっぱありましたし、一緒の空間で野球をまずやりたいっていうのが率直な思いです、
どんな感性、どんな感覚で野球やってるのかっていう、はいはい、あとはもう聞きまくりたいですね。だからベンチにいる時の坂本勇人、はい、裏に入った時の坂本勇人とかね、それを感じたい、そういうもうちょっとした所作とかでもいいんで、うん、やっぱり人間的な魅力は感じてる。まあもちろんですね。なるほどね、はい、彼2000本打ってるよ。そうなんです。お前何本打ってるの？140ぐらいじゃないですか、ね、まだ先長いな。2000本は視野に入れてんの？いや全く入れてないです。いやそのぐらいが活躍しないとさ。いやまず目の前の1000本を来年頑張って、ね、1000本はさ、はい、来年クリアしてくれないとなんとか、はい、ね、は頑張ってください。はい、ありがとうございます。